リンゴルフをご視聴の皆さん、こんにちは、ナナです。はい、カメラマンの山ちゃんです。はい、今回は千葉県の成田東カントリークラブのインコースをこれからラウンドしてもらいたいと思います。イエーイ緊張してます。緊張してます。この企画なんですけど、インスタで活躍されているゴルフ女子の皆さんにご出演いただいてそのトークとかプレーとかを、日頃ちょっとインスタだとどうしてもこう短いじゃん。はい、そうだからそういうところを楽しんで見ていただけたらなと思って撮影してます。金土日の3本立てとなっておりますので、ぜひご視聴いただいて、もう今いいねとか押してもらいたい感じです。はい、今見てる方ぜひお願いします。とりあえず押しておいてください。お願いします。はい、これ奈々ちゃんにちょっとオファーした時に、投稿を見てて結構静岡のゴルフ場が多かったんで、東海の子なのかなと思ったらいいですよって言われて、どこにしますって言って、もうてっきり富士山かなと思ったんですよ。御殿場かって思ってたら、はい、今は静岡だったんですけど千葉に移り住んでて、千葉でゴルフしたりしてます。あ、なるほどですね。はい、そう、衝撃でした。いきなり千葉ですよね恒例のゲームをリンゴルフミッションゲームと言いまして、25マス1つクリアすると4ポイントです。はい、60ポイント以上達成しますと天岐阜3000円分をプレゼントしております。イエーイ。ちなみにスコアはどんな感じなんですか？もう初心者並みのスコアです。なるほど。はい、頑張ります本当に上手くないんです。頑張ります。オッケー、ずっと言ってたもんね。そうです。でも全然大丈夫です。もうとにかくこう奈々ちゃんと回ったらどんな感じなのかな、どういう人なのかなっていう知ってもらう動画なんで、スコアはほどほどにっていう感じで、わかりました。楽しんでいけたらと思います。はい、楽しみます。はい、よろしくお願いします。お願いします。いや、いや、モフモフがここでついてるんですか？よくわかんない。そこでついて、どういうこと？ここでボタンでついてて、そう、最近の合体してんのか、キャップと取れないようにね。そうです。で、このボタンで取り外しできて、今寒いからつけてる。確かにスイングするとね、スイングする動くから、それすごいね。可愛いです。今日全身ワックです。靴だけジーフォアです。あ、アウターもね。はい、スカート可愛いですね。そう、スカートもこれも新作です。新作のワックです。で、シューズが、このタイプはおしゃれだね。そう、おしゃれです。あったかそう。あったかいです。うん、着すぎってぐらい着てます。ありがとうございます。いきなりウェア紹介終わっちゃいました。知ってた？なんかあるなと思ってました。あるなと思った。じゃあ、お願いします。はい、お願いします。おお、ナイスです。いったかな。うん、はい、ど真ん中。ど真ん中、よし、行きます。笑ってるちょっとほっとした。ほっとした、よかった意外に行きましたね。うん、いいよいいよ。はい、ゴルフは月どのくらい行けてるんですか？ゴルフは今は月1ぐらいですかね。まあ、そうだよね。はい、こっちに引っ越してきてまだね、ちょっとあれだよ、ドタバタしてるのか。あ、うん、転がってます。でもいいよ、転がるから。はい、あー、また持っちゃった。何？持っちゃった。持っちゃった。持っちゃった。はい、OK です。ドライバーはどのくらい飛ぶの？当たると。ドライバーは130、140ぐらいは飛ぶくらいかな。ね、だからやっぱクラブがあれだよね。うん、長いフェアウェイとか持たされるから難しいよね。うん、難しい。OK、OK。OK。OK。転がってます。いいよ、いいよ。もうあれグリーン前だから、全然。はい。あ、乗った。よしよしよし。よし、乗った。おお、寄ってったね。行った。オッケーオッケー。お、いいよ。あ、惜しい。惜しい。
OK です。ありがとうございます。5オン2パットかな。はい、打っちゃった打っちゃった打っちゃった7 7 7ちゃんだから7。あ、そうです、7率多いです。あ、7率多い。日が眩しいですね。言っときます。日が眩しい。暑くなっちゃう。あ、耳が、もうポカポカじゃない？ポカポカです。さすがにちょっとまだね。こちらは隣接ホールです。打ち込み日が出てるからね。うん。とは。はい、じゃあ、はい、1ホール目終わりまして、はい、ミッションゲームですね。そうだ、とりあえずウェア紹介をもうしてもらったので、ウェア紹介の項目を丸、うん、で、あとカラーボールもあるんで、ダフリ、チョロ、トップはどれかやってもらえればいいんだけど、うん、チョロかトップみたいなのあったよね。ありました。そうだよね。じゃあ、OK ですか。うん、はい、はい、って感じで、どんどんポコポコついていくんで、はいはい、まあ、うまくやっていきましょうっていう感じです、はい、次はパー4292ヤード。あ、さっきとでも同じぐらいの距離。ティー置いてきたですか。本当ですか。あります、多分。リップクリームなのこれ乗せる。リップ、リップは大丈夫。なんか乗りやすくなってるよ一応。あ、これならある。うん、うん、あー、ちょっとラフに食われたけど、まあ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 戻ってきた。はい、ナイスです。はい。もうちょっと距離出したいですね。うん、あれはしょうがないよ。なんかね、ガサガサラフにね、結構だいぶこうやられてた。あー、うん。はい。あるでしょ。あるでしょ。あります。よいしょ。つい。あ、意外に遠いですね。行け、登れ。うん。こんなんで大丈夫ですか。何が。いや大丈夫、全然大丈夫。その飛ばないから、うん、だってダイヤってさ、最初さ、そうだしさ、うん、どっちかっていうとこの子はどういう子なんだろうなっていうのを知ってもらいたい、うん、あれで。いや早くね、スイーツのこと聞きたいんだよね。スイーツ。え、だってさ、なんかインスタ見るとさ、美味しそうなのいっぱい食べてるでしょ、はい、そう、スイーツ甘いの大好きで、静岡にいるときはもうカフェ巡りばっかりしてた、ね、そうでしょ。だそれで、うん、静岡のそのスイーツを食べて帰ろうと思って、うん、オファーしたの。なのに静岡にいないっていう、うん、残念。あ、でも千葉も今巡ってるんで探してるので、あ、じゃあ後でちょっと教えてください。はい、これはいいショットが出れば乗りますかね。広いしプレッシャーだ。はい、行きます。転がって、行け、転がれ転がれ転がれ。あ、まあ、でもあそこまで行けば OKOK OK OK OK。 5でしょ。あ、また7になるかもね。7かも。え、ゴルフはやってどのくらいなの。ゴルフはやったりやんなかったりで続けて2年ぐらいですかね。ああ、でもそうだから、やってない時期とかもあって、ね、はいはい、冬とかはやらなかったりするから、はいはいはい、その間に下手くそになっちゃって。確かに確かに。それで歴は長いかもしれないけど。いや、2年は全然まだまだ。まだまだですか。まだまだですよ。本当ですか。うん、あ、冬は行かないんだ。冬は寒いのがすごい苦手なので、うん、俺も行かないね。無理。もう早めに収めになっちゃう。あー、弱かったな。うん。
すごかった。ロングパットです。ロングパット、あ、全然読み違った。うん、下手くそです。まだまだだ。やばい、めっちゃ打っとる。OK です。ありがとうございます。やばい、4パットになるんで10です。やばい、もうなんかもうさ、スコアはさ、うん、もうこの際しょうがないから、うん、ミッションゲームが余ろうよ。あのミッションゲーム3パットだったら作られたのに、はい、4パットはないんだ。そうなの。そう、ちょっと賢くいこう。賢くバンカー入れたり。賢くバンカー入れる、うん、池入れたり。わざと。じゃあ賢く、賢く、はい、行きます。いくぞ。はいはいはい、とかもうホール紹介、はい、すげえしやすいホールだなこれ。うん、いいね。レディスティで132ヤードパー3です。はい、真ん中に池があるので私のドライバーだとちょっと微妙で、多分池ポチャです。うん、しっかり当たってものちょっと厳しそうな気がするよね。ちゃんと当たって130、うん、多分ランだもんね、キャリーだと。わかりました。はい、とりあえず行きましょう。頑張ります。でもわかんないよ、うん、はい、開き直ったら意外にいい結果になるかもしれないから、いけるかもしれない、うん、お、あね、実際さ、こういう場合ってどうするの？実際？動画だから、うん、もう池覚悟で打ってくれたと思うけど、うん、でも実際は、まあ、とりあえずチャレンジして、あ、やまあそうだよね。で、無理だったらもう黄色から行こうで、はいはいはい、3打目で黄色から行っちゃいます。なるほど。特設ティープレイング3って書いてある。よし、じゃあそうしよう。はい、どんまい、どんまい。全然違うところ行っちゃった。しょうがない、下手すぎる。いいんじゃない。お、うん、あ、おー、入っちゃうかと思った。惜しかった。これ入れる？入れたい、入れたい。はい、ねえ、ショック。あれでしょ、これ7だから揃えたんでしょ。そう、そうでしょ、揃えた、揃えた。あ、それ OKOK、 それね。なんで、もう嫌になっちゃう。いや、でもね、ああいうの意外にね、入んないよ、うん、普段結構 OK にしちゃうじゃん、はい、打つ機会が少ないのと、うん、やっぱさ、絶対入れようみたいなさ、謎のさ、はい、プレッシャーが撮影だとあるから、うん、緊張しちゃう。そう、意外に入んない、こういう時って。